は。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは。日本放送柿原忠です。7月最初の週末で、はい、いや7月最初の週末っていうのもあるんですけどね、今週私本当にもう鬼のようなあの1週間でしたね。あ、そうですか。はい、まずまあ聞く方が聞けば分かるんですけど、今も現在も今は鼻声なの分かります。分かります。あ、そうですか。だって、ま、なんて言っても先週の、はい、アッコにお任せご覧になった方は、はい、第一声であれアッコさん風邪ひいてますね。そうなの。いやだから先週の話からすると、先週番組終わって、その後このね2回戦回終わって、その後に TBS の音楽の日っていう、はい、歌番組、生放送の歌番組があったんですよ。それでもうあれも十何時間かやってる番組で、で音合わせを木曜日かななんかにやって、はいはい、でその時からあれなんか耳に詰まってんなとか、なんか言いながら変だなって、でなんかこう喉のこう声帯の奥の方がヒリヒリするんだよとかって言いながら、まあそんな春恋じゃないし、音合わせもなんとかできて、で土曜日その生放送ではできないと、もう昼の2時ぐらいから生放送があって、はいはい、で何組何、何十組っていうか、まあ出てるからね、はい、だからぶっつけ本番なんですよ。はーはーはー。だから終わってすぐボイストレーニングのとこ行って、で先生に、まあ、あの鐘とハレルヤ2曲だけだったから、ボイストレーニングしてもらったら全然かすれてきちゃったわけ、声が。その日に、いきなり。その日にで、普段2時間ぐらい休憩しながら、はい、やるんだけど、先生がもうアクさんこれ本番まで声出さないでくださいってなるだけ。え、じゃあだいたいボイストレーニングして、まあ本番が6時とすると、お昼頃ボイストレーニングして6時に歌うとなると、5時ぐらいからもう一回声出しておかないと、この喉を温めるっていうか、はい、そういう必要なんですよ、はい、それで、あ、そう、じゃあもう途中で、じゃあ本番に向けてって言いながら、マネージャーと調子悪い調子悪いって言いながら、本番前に声出したら出ないんですよ、みたいな。本当に。ほんで、まあの鐘とハレルヤ、ハレルヤだからまあ大丈夫でしょうっつって、よし、もう、まあ、変な言い方だけど明日どうなってもいいよ、今日さえ出てくれればいいから、はいはい、レイ・チャールズの写真から、神様、よそ見の神様から、いつもこれ行事ですけど、そう、もうそれいつも以上に思いを込めて、もうよそ見の神様、困った時の神頼みで、なんとかですよ。ハレルヤなんかは全く皆さんに分からなかったですね、やっぱり勢いで行くんだから。全然分からなかったですよ。でもあの鐘を鳴らすのはあなたの一箇所だけ、やっぱりこう高音部分がやばくて、そんなこと今までないんですよ、あの鐘を鳴らすのはあなたで。何回も歌ってきますからね。もう落ち込んじゃって、で終わってマネージャーと、いや、やばい、でこれはもう明日朝声出ないな多分とか言って、日曜日の朝マネージャーに電話で起こしてもらうんですよ、いつも、はい、でもしもしって言ってんのに出ないわけ。もしもしという言葉が、私が向こうがもしもしおはようございますって、私がはいはいとかもしもし、はい、とかっていうのに、そのもしもしが今どうやったらいいんだろうみたいな、えっ、ってことよ。へえ、これはまずいな。昨日お任せ生放送の朝、歌さえね、はい、歌さえ出りゃいいと思ってたけど、なんでに行かないと、テレビでね、そうですね、顔だけ映ってりゃいいっていうのあるけど、やっぱ声も出なきゃいけない。でまあちょっと名前は出せないんですけど、劇薬があるんですよ、ステロイド、はあ、それは耳鼻咽喉科の先生に前からいただいてて、はあはあ、何かの時に、いや本当にいよいよ声が出ないという
味しいのと、で最後にまあ味噌汁、まあ具沢山でやったらもう酒飲んだらいいかなとかって言ってたのよ。これは無理だと。でもその前にメールが来てたんですよ、土曜日の夜に。はいはい、あこさん明日楽しみしてます、うん、でほとんどその土曜日に来て、昨日から金曜日から仕込みして一人で、でほとんどもう出来上がってますけど、ですとあとはアコさんの、顔を見て、だし巻きも加えましたとかなんか書いてあるの、どうしようかなと思って、いやでもしんどいし声出ないしね、で電話したのむさこに、もしもし、だから5時からのご飯だったんですよ、はい、早飯にしてって月曜日も仕事あるから、でもしもしって出たらもう向こうが、あ、赤さん、え、もういらっしゃるんですかって、いやいや、あのな、ちょっとな、調子が、あ、声おかしいですね、大丈夫ですか、あかんねんって言ったら、とかって言うから、こうやって喋るのしんどいね、ね、一生懸命作ってくれたやろ、私はもう断りモード入ってるよ作りました、ぜひ食べていただきたいです、卵焼きのお出汁もうまくいったんです、そうかてん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 、今何してんの、まだ準備中です、何作ってんの、何準備してんの、ちまきご飯、ああちまきな、悪いけどな、あんまり好きちゃうんだじゃあもうもち米今6時間ぐらい増やしてんだって、ふやかして、ふやかしてね、もうこれやめます、あとごまえとか、みさこな、ものすごく調子悪いね、大丈夫です、ちょこっといらしてご飯だけ食べて帰ってください、これあかんわと分かったみさこさんも引きませんね、いやいやそこはね、楽しみにしてるから、そうなんだ、旦那も、でも旦那としてこの声のトーンと微妙な的、ニュアンスで刺してくれと思って電話してたけど、ほんでね、でまあ喋んなきゃいいやと、ボイトレの先生も、あんまり喋んないでくださいって、声は出さない方がいいから、それでご主人もどっかか出張から帰ってらして、でもう一人ナイキの友達がいるんだけど4人で食べて、でもう本当に美味しいの、もう全部手作りでやってくれて、ね、わあ新婚っていいなっていう感じで、で大根、卵焼きには大根のしまってね、でそういうのも、そういう機械をスイスから取り寄せたので今度アコさんにお送りしますとか言いながら、で声が出ないからあんまり喋ってても弾まないし、